ください。まずは予選高等リストです。まず決勝は下坂明選手、どうぞお越しください。そしてセカンドリスト川崎には高畑翔選手、どうぞ。そして予選サードリスト川崎3番小室坂選手、どうぞ。そして川崎4番馬場剛選手、どうぞ。そして5番グリッド、川崎5番、石島隆選手、どうぞ。そして6番グリッド、川崎6番、道上亮選手、どうぞ。川崎7番、井口美選手、どうぞ。そしてここから勝ち上げですね、川崎8番、馬場俊夫選手、どうぞ。川崎9番、檜山真一選手、どうぞ。そして順番に川崎10番、秋山伸選手、どうぞ。さあ、以上、10選手で揃いました。それではですね、コースオープンいたします。コースオープンスタート2000枚です。スタート30秒前コールで10枚してください。Thank you.
出て15条の3から4の手上げアメリーズです。ここで投稿してます。6人目は7周目あと10秒ほどの応募数1分遅れたいと思います。2番手は1秒7候補マジックには高松を取ってそこから1秒8候補3番手4本と高松を取ってそして1秒3候補4番手参考の小室選手大体1秒5分間くらいでトップから4番手8番手に1番手に5番手に1番手に6番手に1番手に7番手に1番手に8番手に5番手に1番手に7番手に8番手に5番手に1番手に8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 番手に1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 番
ていた。さあここで火をかかっていく。少し15秒15とする。さあまだまだ 0.4 番線ですが、7分25秒というところ。これは3段階の工程のバカスリーチの動きのようだ。さあ1段階に入ってきます。さあ5時ですね。少しの暗くなってきました。このあと行われる10年の近くは完全なナイターレースになるでしょう。第36回の東京のイベントの中でも最も歴史の長い東京グランプリ、本年度で36回目の開催を迎えます。まずは8年の近くのグランドファイナル、ゲーキーナーはオリパとパーティクジョン、インターナンションでスローのエース久保選手が現在レースリーダー、32秒クリア33周年。そして5秒差で2番手、高畑選手、川崎選手、2番3番手、川田、川崎選手、石井選手、4番手、ネイル、イギリス選手、5番手、西成選手、6番手、平野選手、7番手、川田選手、8番手、小室選手、10番手、野田剛選手、10番手、秋山選手。さあ、トップ候補生、高校生を目指す36周をクリア。おなじみのフロントホワイト、リアがライトグリーンのカラーリーが現在バッテンプレートグループ。さあ、高橋選手43候補、今バッテンプレートグループ。さあ、こらへん、さすがは日本チャンピオンといったところが、今高橋選手。後続をじわりじわりと引き離して、現在レース独走態勢に入ってきた。時間は10分経過です。折り返し点の10分経過、残り10分。さあ20分間のグランドファイナル、折り返し点を超えて後半戦に入ってきます。さあオブストレートから中央へ一時目の出て中ストレート、バックステージ優勝していってしまいました。パーフェクト1番久保選手、そして2番手同じく久保選手、ヤングドライバー高畑選手がつけております。3番手に井口選手、4番手に西上選手、5番手に西島選手、6番手に日山選手、7番手に小松尾選手、8番手に小室選手、9番手に野田剛選手、10番手に秋山選手というオーダ
リアンチームから川口選手の杉本選手、4秒後方、2番手高橋選手、じゃあ2番手の3番手の差を見ていきましょう。3番手は西上選手に変わった模様。さあ、その差約1周以上あります。2番手、3番手、完全にこの2台がですね、優勝を争う圏内に絞られてきました。トップ取りまして、ラスト1には西上選手、4番手に入れて、5番手に山本選手、レース開始から13分経過です。残り時間残り7分です。残り時間3分で
8年の1月のブランドファイナル17分30秒ってことは、さあ今優勝圏内最も近いグループはオールスリーオールスターのアーティスティックの質問を高橋選手。さあこの38年優勝ってことで高畑選手、さあこの差を詰めることができるか。高橋選手が現在どこを勝負するか。はい、今のコース2点差フロントラインを抜けてきました。高橋選手、今時代15秒58秒計。さあ、高橋選手、迫れるか。さあ、オルフェ18分10秒経過です。18分30秒経過です。残り時間1分30秒。さあレース4秒終了の結果、さあ先側全日本チャンピオンといったところでしょうか。全く隙のない走り、ラップの方もほとんど見られない。15秒の後半でですね、後半のレースを維持しております。オールスリー19秒経過、残り時間1分です。はい、ストレートも入れていくところでマシン到着ラインですね、コースクリアです。走行時間残り40秒。残り30秒です。残り15秒。挑戦者は74周目や75周目。残り5秒です。残り5秒。これで20分経過しました。このように走り込んで1コース、8コースゴール、7コースゴール、1コース、7コース、8コースはゴールです。2コースゴール、6コースゴール、5コース、9コースゴール、4コースゴールで走行しまして、10社ゴールです。第36回東京グランプリ8分の1月見事優勝はポールトゥイ完全勝、下高橋選手、おめでとうございます。そして第2位は高畑選手、第3位に道上選手が入っております。以上、高畑選手の皆様お疲れ様でした。以上をもちまして8分の1クラス終了です。